井上さんで、はい、あ株式会社アンツの後藤と申します。井上です。よろしくお願いいたします。お願いします。もうあのすぐそこですんで、はいすいません。すいませんご速労いただいた。ああいえいえとんでもないです。こちらこそ。あのメールでお問い合わせいただいた<っ>あれですよね。今日はあの<っ>弊社の働き方についてということで。もう本当 <laughs> あのお恥ずかしいんですけど、<laughs> まあようやくですね、あ,<れ>まあ目が覚めたと言いますか。 やっぱり働くってことが一番どうしたんですか。いやあのこの下にうちの会社があるんですけど、多分お迎えに行ってる間に落っこちてきちゃったんでしょうねこれ。えこれ大丈夫なんですか。ああ全然全然あの結構よくあることなんで、今多分みんなでこう中から一生懸命削ってる最中だと思うんで、はい。ああ。あでもそっか今日あれかプレミアムフライデーか。 いやまあリミットが15時なんでぶっちゃけいつもよりかはちょっとテンパってるかもしれないですねあれですか絶対残業するなあそ,そうそうそうなんですよ今もう本当急にすごくて<ー>そういうのがまあでもねそんなこと言われても <laughs> 外出らんないですからねこれやっつけちゃわないとそうですよね <laughs> え後藤さんは プレミアムフライデーって普段どうやって過ごされてるんですかそうなんですよねまあ理想は映画でも見てでちょろっとお酒飲んで帰るみたいなああいいですねそういう憧れはあるんですけど、まあ、でも実際問題別に仕事の量が減ったってわけじゃないじゃないですかまあそうですよねなんで現実は <laughs> <laughs>、えー、3時になったらきっちり会社を出ますはい で、PC、立ち上げたまんますぐそこのカフェに行くみたいな <laughs> <laughs> そしたらカフェの中全員うちの社員だったみたいな <laughs> まあそんなもんですよねなるほど、ね、そうなんすね <laughs> だからなんか俺今ちょっと思っちゃったんですけど <laughs> 井上さんですよねはい井上ですキリギリスでいらっしゃいますよねはい まあ例の冬を越せるか越せないかっていうのはまた別問題だとして俺井上さんは今までの生き方の方が絶対幸せだと思っていやなんかねぶっちゃけ自分もそんな気がない,いやもうそうっすよもうとまじでもうねうちは無理っすからね今から変わろうって言ったって <laughs> うん